動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバボシンです。この動画、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、現在地、いすみ鉄道の始発駅の大原駅にいます。で、今回は、いすみ鉄道で途中下車しない旅をお見せします。ぜひ最後まで見てください。それでは、今回の旅も始めていきまーす。運賃箱の隣にはこのようにロープが張られていまして、この先に入ることはできません。鉄道を引っかかってしまうので、今回は進行方向とは真逆の方向からの風景をお見せします。
して、閉まるドアにご注意ください。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
というわけで現在地大多喜駅にいます。今回乗車した電車あちらに見えているでしょうか。一度大多喜で停車しまして約30分程度停車時間を挟みまして終点の上総中野に向かいます。今回のこの旅で僕が使っている切符通常の切符ではありません。こちらの関東の駅100選認定記念房総横断記念乗車券、こちらを使用して旅をしています。こちらなんですけれども2つ注意事項があります。まず1つ目、支払い方法現金のみで払い戻しはできません。今回僕は大原駅の売店で買いました。そしてもう一つ、この乗車券実を言うと片道乗車券です。市原市の五井駅かもしくはいすみ市の大原駅、このどちらか一方向の乗車で後戻りはできないです。簡単に言うと大原から乗って大多喜まで来ました、じゃあもう一回大原に戻る、これはできませんので、この乗車券を利用する場合この2つの点を注意していただければなと思います。というわけでまもなく電車が出発します。引き続きいすみ鉄道の途中下車しない旅をお楽しみください。厳しい状態にあるそうです。なので僕もわずかばかりですけども、この10円玉募金をさせていただいて、いすみ鉄道の将来を残していくためのちょっとしたお手伝いをさせていただきたいなと思います。では10円玉を入れます。今募金をさせていただきました。現在地をご利用ください。車内は禁煙です。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。楽しかったです。というわけでこちら、いすみ鉄道の終点、上総中野駅に到着しました。上総中野駅、ここから先は小湊鉄道の路線に切り替わります。というわけで今回の途中下車しない旅どうだったでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。